ということで今日は MC 力を鍛えていこうと思うんですけれども、ゲームルの MC をやるにあたって必要なことは何ですか？女。なるほど。ヨルミは？酒。マスカイは？暴力。なるほど。降板しろお前ら。降板しろ。今すぐ。女酒ボルで。違いますよ。トーク力とゲーム力と食レポ力とナレーション力ですよ。そう、4つ必要なんです。まずはトーク力から今回はね鍛えていこうと思うんで、あれをお願いします。ドン。ということで最初に3人にやってもらうのは八代をいじれライバープロフィールでございます。いじってほしいの？いや、いじってもらうために持ってきたみたいになってるから。いや違う、あのね、今日の企画をするって知らなくて素でプロフィール書いてきたらいじられるってなって怖ってなった。この番組こんな企画やるなんて聞いてませんでしたよ。説明してほしいですよね。確かにプロフィール書けとしか言われなかったですけどね。ということで、まあ、MC というのはスムーズにゲストが話したいことを引き出したり、限られた情報から話を膨らませてゲストの面白さを引き出すというのは必要な能力です。そこでこれから3人にはね、順番に俺のこのプロフィールをもとに好きにいじって盛り上げてもらいたいと思います。そして俺の独断と偏見により一番うまく話を膨らませた人が優勝ということにします。優勝したらなんかもらえるの？なんもないよ。誇り。せめて他の2人を見下せます。見下せる。あのゲームで一番トーク力あるのは私ですって言えます。なるほど、痛いわ。マウント取ってください。八代先輩のチャームポイント、はい、そこでちょっと。あ、もちろんね、野崎くんみたいな顔ですよ。この言っちゃっていいんですかね、乗せれますか？もう初期から言われてますから、デビュー時から、ね、野崎くん好きなの？もう大好き。あ、好きなんだ。あ、まあ、知ってる。知ってる。僕もめっちゃ好きだから。いや、漫画がね。鹿島くんが好きだから。あ、鹿島くん、あー、わかる。俺、堀ちゃん先輩好きかな。あ、わかる。でもちょっとうざいからやだ。いや、あとミコリン。ミコリン超可愛いよね。ミコリンが一応しかも広いんだから。ミコリンがちょっと僕らで盛り上がっても MC になるのこれ誰もわかんないよ。これできるんじゃないか。漫画のトークに持っていったらいいんじゃないですか。本当広げれたか、はい、まあちょっとは